世界チャンピオンになります。これはF3 って言って、まあ、通常の車と違うところは、もう通常の車は180キロだいたい、これは260キロ出て、これはまあ普通の道路では走れなくて、こういうサーキット場で走る用の車で、まあ作りも全然普通の車とは違うし、まあ普通の車がつけてるタイヤでもないし、まあこれ専用、こういうやつ専用のタイヤをつけてて、まあ普通の車よりもグリップするし、あとはまあ普通の車って箱の形をしてて、でもこれはまあこういう細長い形をしてて、まあ風があんまり当たらないようになってるから、まあ、その風の抵抗も普通の車よりは少ないから、スピードが普通の車よりも出ます。私のお父さんは、まあ、元F1 ドライバー、まあ、今は私の監督先生をしてくれていて、まあ、ちっちゃい頃からレースのことは全部お父さんに教わってましたね。9歳、小学校4年生の終わり頃ぐらいにフォーミュラーカーに乗って、小学生でフォーミュラーカーに乗ったのが世界初、まあ、一番最年少で乗って、まあ、レース楽しいところは、まあ、このレースのスピード感って他のスポーツではできない、体感できないことだから、5歳の時にやっぱそうなるって決めて今。私がレースを引退したのはちょうど彼女が5歳の時だったんですけど、やっぱり引退のレースの時にジュジュがね、私のところに来て、これからはジュジュがパパの代わりにレース頑張っていくからっていうことをね、言ったわけですけど、いろんなことを経験すればいいと思うし、それを反対する理由はないのかなっていうところですかね、はい。その時の風の向き、コンディション、セッティング、車のな、そのバランスを見て、奥まで行ってから曲がるのか、手前から曲がっていくのかで、どのポイントで曲がったら今日の車に合うのかっていうのを考えて、パイパーアプローチした方がいいと思う。お父さんじゃなくて先生になるので、まずカウトにもう厳しく指導して、ちょっと慎重に行き過ぎたよ、セクター2まとめようとしたらが、守りに入ったらが、5秒台入れる？うん、頑張って。今6秒5？6秒3。6秒3？
いろんな場面場面で彼女に対して、かなり高いハードルを与えてきたつもりなんですね。彼女はそれを努力して本当にそのハードルを乗り越えてきた。それを やりきる努力と、彼女のその姿でこっちが勇気づけられる。まず20回、せーの、笑顔で1、はい、2、3、4、5、しっかり良い、その下地から入れて、はい、頑張れ、もう耐えろいいよいいよ、はいはい、1、2、頑張れ3、4。お母さんは元バレリーナなので、今はそういう仕事もしているので、それでお母さんに教えてもらってます。運転してて体がこう G かかるんですね。体その時に自分で戻す力をお腹の中心でこう鍛えられてれば戻せるんですけど、そこから鍛えられてないと G に耐えられなくて体がぐにゃってなったり、そのバランスがうまく取れなくなっちゃうんです。なのでおへそのこの下の丹田って言うんですけど、そこを一番中心に鍛えて、あとは自由に使えるように鍛えてます。夢は、無礼世界の頂点で行って、その F1 をこうピラミッドのあれに続いたら一番上だとしたら、その F1 の下が F2、その次は F3 だとしたら、今その一番上の3番目にいるから、だから簡単かなって見えるけど、でもやっぱここまで来るのに何年もかかったし。そうです。サーキットにいる時はもうレースのことばっかり考えてるけど、家に帰ってきたらそのことはサーキットのこととかレースのこととか関係することとかは考えないし、普通に家のことだから、あんま家にいる時はそういう話はしない。家に帰ったら普通にもうそういう先生とかそういうのじゃなくて、普通にお父さん、もう家族として普通の兄弟と同じようにしてるので、そこはもうはっきりと全然別の感じですね。これは別に趣味でやってて、朝とか自分の好きなもの食べたくて、でも お母さんたちお仕事がすごいあるので、兄弟の分のご飯とかも好きなの作ってあげられないんですよ。で自分が、好きでやってるから、自分が兄弟の好きなやつ作ったりとか。朝のだねこっちもこんなんで半トロトロってやつ半トロトロどういう名前いただきます。まだキュウリが一番好きなの。ママボタンなくなった。いや、ママ消えた。ママがない、ね、バターこれなんだ。ジャンバー脱いでだって、ジャンバー、ね、お兄ちゃん、僕のパンケーキ美味しいな。なんでキュウリが完成したの。危ないな。僕のパンケーキがレースの前というよりは後とかに食べますね、焼肉は。運動した後とか肉を、お肉とか魚を食べると筋肉がつくので、そういうのでお肉はついにこう練習終わりの後食べるようにしてますね。練習の前はなるべくご飯とかパスタとかそういう系を食べてます。 UFO やったんだよ見て、もう言っちゃうでしょ。昨日みんなにおちょくられとって、かわいい。普通に
まあ勉強とトレーニング、まあ、練習両立、まあ、両立は、まあ、まあ半々の力だけで練習しても絶対にいいレーサーにはなれないから、もうこの練習の方に力を入れていますね。ストップ言ってよ。ストップ。イエーイ。片付け大変やん。ああ。いい面白いなね。ええ。こっちの方が好き。マジで？ちょっと固めの方がいい。ああ。これ綺麗。綺麗。これはジャリジャリくんで、これはイチゴオレ。入れるで。あ、待って待って、それは最後でしょ。おー、ちょっと気持ち悪くなくなってない？すごいすごい。ここ？うん。あの、あれのチルちゃんって言って、もうみんなチルちゃん。動物がすごい好きで、で、まあ、一緒にいて癒されるし、可愛いから。ジュジュがレースしてるのを初めて見たのは、ジュジュが学校に来る前のテレビで見て、で学校に来た時にびっくりして、でもこんなにちっちゃい女の子がやってると思うのか、めっちゃムキムキな人がやってるイメージやったからな。ムキ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 な人がやってそうやったから、すごくかっこいいと思います。なんかレースしてる時だけなんか別人みたいで、写真とか見てもなんかめっちゃかっこいいし、普段の時はもう本当にわーみたいな感じ、なんか ゆったりしてゆるってなんかしてるけど、まあ、レースの時はキリッキリっていうかなんか まあレースが直前に控えてるので、それに向けての各部の確認作業ですね、タイヤの調子であったり、それから車のセッティングの確認であったり、多分2本目雨降ってくるからもうこの1本で終わるから、2本目は雨降ると思うからこの1本で終わる。1本目だけ？あとウッドの出口を戻してるやん、ほら全部出口で一回戻して、全開にした後に戻すやん、アクセルを全てのコーナーで。なんで後ろが滑ってる？だからなんかズルっていきそうでヒュッと戻すのか。無意識で戻してんのこれ？うん、昨日と同じように振り込むやん。全部戻してる。いや、これアクセルやで。うん、うん、そこの時の状況が分からない。それジュジュしか分かれへん。ママには分かれへん、乗ってないから。そういうの覚えとかなあかんわ、うん、自分で何が起きてんのかっていうの。最終踏み込みが遅いから立ち上がりの車速乗るのも遅い。これだいぶタイムロス。何回もクリア取れてたし、路面のあれも弱ずと思ったら、うん、そんぐらいは多分、うん、あると思う。ツッコミ悪くない。なんで立ち上がりも踏み込むのも悪くない。あ、まあ、お父さんは先生として、まあ、意見をくれて、その意見を やってみるだけやってみるんですよ。意見というか、そのもしそれが自分に合わなかった場合はもう、まあ、それは、まあ、一つの意見としてくれただけだから、まあ、それは置いといて自分の走り方でそのまま走ったりとか。縦だけでいいの？あ、横もね。レースでの目標は、まあ、勝つことと、あと
自分の目標タイムを出すことです。あのファンにレーザー、あの女性のレーサーは5人しかいなくて、もう自分はアジア人だし日本の女性だから頑張ってそこまで行って優勝できたらどっちも初になるから、だからそこに行きたいと思ってます。一号の外へ見えていってもらう後ろが出るからそんな滑る。まあ普段ねジュジュがここで練習してるベストのタイムっていうのはまあ大体1分25秒台で、周回している、それがまあ今回ねコンディションも悪かったっていうことで1分28秒台だったっていうのがね、もうなんか会った時とかもずっと笑ってなさいとは言われますね。いつも笑ってっていうのは辛い時に辛い顔してたらどんどん自分が落ち込んでいっちゃうんで、で周りから見てもあ大変なんだなみたいな風に思われるとやっぱりそういう目でしか周りの人は見なくなるので、いつも口角を上げてるとすごいいいアドレナリンが出るので体にもいいし自分も気分がいい。ライバルといいますか王子選手が打倒ジュジュ選手というふうにおっしゃってるんですけれどもジュジュ選手から見て王子さんがですね優勝する確率はズバリ何パーセントですか？何パーセント？ゼロ。ジュジュ勝つからゼロ。さすがですね。王子選手そんなふうに言われていますが、どうですか？今回は俺が勝つからしっかりスタートを切れるかどうかっていうところが彼女にとっては一番の今日のハイライトだと思いますね。やっぱり普段の練習ではレースのスタートっていうのはあんまりというか全く練習できないので、まあ、これは本番ぶっつけ本番になるから。谷島さんが毎回自分が一番ベストの時でもないから、まあ、自分のベストタイム自分の気持ちでも減る時もそうだし、それで負けてても絶対諦めない。
負けても負けても諦めないっていうのはもうちっちゃい時からお父さんと約束してて、なんで頑張ったかな、ね、あ頑張ったかな、ね、ちょっと待ってすごかったね。どうだ、うん、最後まで自分なりに頑張って走ったんでよかったかなって思います。出たら出したかったですけど、まあ、今日の状態を見たら、まあ、これがベストだと思う。リュウがダメな時に諦めてしまったら、まあ、そこで終わってしまう、試合も全部終わってしまうから、もうもし諦めない、もう何があっても自分が負けてても諦めないで頑張れば絶対にそれが自分のためになるからっていう、そういうことを学びました。女性のレーサーが少ないのは本当のことだから、まあ自分がこう女性だったからこう注目されてモータースポーツのことをみんなに知ってもらえたから、まあそれはそれで自分良かったし、まあでも女性のレーサーが少ないのはまあちょっと増えてほしいなとも思うけど、でも最終的にはやっぱ男女一緒になっちゃうから、こういうモータースポーツを始める女性の人、それとかまあもっとちっちゃい子、自分と同世代の子がやってるから、まあ自分もまだ年こんなちっちゃいけどできるかもしれない、モータースポーツ始めるきっかけに自分がなればなって思ってます。今から私が走っているサーキット場のコーナーのポイントを説明していきます。まず1コーナーは、まあブレーキを一番奥まで踏んでいくことでコーナーのスピードが速くなるから、で2コーナーは、まあ、ブレーキをあんまり踏まずに、スピードを乗せていくことが大事です。